本大閲郎一月隊は、日本の大倉官僚、経済学者、財務総合政策研究所研究部部長、四国財務局局長、外務省大臣官房審議官、財務省大臣官房政策評価審議官、静岡県立大学国際関係学部教授、TMI 総合法律事務所顧問、内閣官房参与、スイス中札特命全権大使権利ヒテンシュタイン、 中殺特命全権大使系欧州金融経済担当特命大使などを歴任した。1955年、和歌山県にて生まれた。和歌山県和歌山市、岩出市、有田郡、日高郡などで育った。和歌山県立橋本高等学校を卒業後、上京して東京大学に入学する。1978年、東京大学の法学部を卒業し、 法学士号を取得した。同年、大蔵省に入省した。大蔵省入省後は、戸和田税務署の所長を経て、本省で、関税企画官や理財局国有財産、第二課の課長を務め、同省の施設当機関である、財務総合政策研究所では、研究部の部長などを務めた。また、外務省への出向経験も多く、在外交館としては、 在ソビエト連邦日本国大使館の二等書記官をはじめ、在ロサンゼルス日本国総領事館の領事、在ニューヨーク日本国総領事館の領事、在アメリカ合衆国日本国大使館の講師などを務めた。また、国際機関での経験も多く、世界銀行の金融セクタースペシャリストや、欧州復興開発銀行の日本代表理事などを務めた。二千四年より、 財務省の地方私文部局の一つである四国財務局にてトップである局長に就任した。その後、外務省にて欧州局の審議官などを務めた後、2011年に財務省の大臣官房にて政策評価審議官に就任した。大倉省、及びその後継機関である財務省には34年間在籍した。2016年6月23日、 スイスの連邦大統領ヨハンシュナイダーマン、連邦事務総長、バルター・トゥルンヘアラと2012年、財務省から静岡県立大学に転じ、国際関係学部の教授に就任した。また、同大学の大学院では、国際関係学研究科の教授も兼務した。なお、財務省時代にも、東京大学大学院や香川大学にて、客員教授を兼任し、 教鞭を取った経験を持つ。また、第二次、安倍内閣の発足に伴い、内閣官房参与を非常勤で兼務している。同じく内閣官房参与に就任した浜田光一と共に、主として国際金融を担当する。2015年3月31日、静岡県立大学を退職した。退職後は、同年4月より、 TMI 総合法律事務所にて顧問を務めた。なお、同月より、明治学院大学にて法学部の客員教授を兼任している。2016年3月11日、閣議において、中水ス,ス大使に任命される。5月20日、中リヒ天主隊員大使を兼務する。6月8日、欧州金融経済特命大使を兼務する。 2019年4月12日付で大使を辞職した。2016年8月16日、保健監督者国際機構事務局長、河井美博と大倉省での経験をもとに、国際金融や金融政策といった分野を研究している。具体的には、国際的な通貨制度や通貨危機といったトピックや、デフレーション下の金融政策などについて取り組んでいる。 金融政策としては、インフレターゲットの導入を推奨している。また、政治家の安倍晋三のブレーンとしても知られており、自由民主党総裁に返り咲いた安倍に対し、経済政策を指南しているとされている。2012年11月の第46回衆議院議員総選挙直前、安倍は大胆な金融緩和策を提唱し、日本銀行総裁の白川正明などから批判されたが、 この際に、安倍は、本田という元財務官僚がいて、彼がデフレ脱却について結構いろいろアドバイスをくれるんだよと語っている。本田からのアドバイスの具体的な内容については、安倍はマネタリーベースを上げて、円高を克服すれば、デフレ脱却と税収増につながるというんだよねと説明している。なお、マスコミからの取材に対し、本田も、安倍さんとは、 デフレ脱却について話をしているのは事実ですと回答している。また、日本銀行法の改正を主張しており、政策目的として物価の安定と雇用の最大化を記載するよう主張している。具体的な目標値については、雇用が悪ければ物価は4%ぐらいにしないといけないと指摘している。ただ、内閣に日本銀行総裁の非免権を与える必要は、 ないとの考えをとっている。望ましい総裁の人物像として、個人的には、岩田菊を、学習院大教授など、インフレ目標の理念を理解している人が良いと、語っている。民事項の三党合意に基づく消費税、増税法案に対しては、基本原則としては、デフレ下で増税はやってはいけないと述べるなど、否定的な見解を表明している。また、 国際政治経済システム研究会では、竹中平蔵富田俊樹、渡辺博史らと共に、専門委員を務めていた。2014年2月、アメリカの日韓経済誌、ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビュー記事において、前年12月に行われた、安倍晋三首相の靖国神社参拝を高く、評価するとともに、中華人民共和国の脅威に備えた、 軍事力の強化がアベノミクスの目的の一つであることを明かしたと報じられた。記事によるとホンダは体当たりをかける特攻機の様子を身振り手振りで示しながら、神風特攻隊の自己犠牲を称賛して涙ぐみ、日本の平和と繁栄は彼らの犠牲の上に成り立っており、安倍首相が彼らの追悼のために靖国神社を参拝したことを高く評価すると述べたという。また、 中国に対して深刻な脅威を感じているとした上で、アベノミクスによる経済力の強化を必要としているのは、賃金上昇や生活向上の他にも、強力な軍隊を持って中国に退治できるようにするためだと語ったという。この報道に対して本田は、靖国神社に関する部分の発言は、自身の見解ではなく、靖国神社の性質や日本国民にとって、 特別な場所であることをオフレコでザックバランに説明しようとしたものであり、またアベノミクスの目的に関する部分の発言についてはそのような発言はしていないと主張した。菅義偉内閣官房長官は同月20日の記者会見で WSJ 側から記事修正の用意があるとの回答を受けたとしたが WSJ を発行しているダウ・ジョーンズは 記事の内容は正確だと確信しているとするコメントを発表している。2020年10月29日、自民党若手議員が衆院議員会館で開いた会合で講演し、菅義偉首相のブレーンとして知られる、小西美術工芸者のデイビッド・アトキンソン社長が主張する中小企業再編について極めて危険だと異論を唱えた。マクロ経済をあまりよくわかっていない。 失業者がいっぱい出て、日本経済は破壊される。必ずや失敗すると批判した。2016年9月1日、チキンフェスティバルにて、ありがとうございます。